他のレスラーは私をオンにし始めました。それは将来の背中の問題の始まりでした。レスリングはどうですか？私は全てを後ろに置きます。またはだから私は思った。彼らはバルキリーを望んでいました。そしてここに私は整形に。その年の残りの間、人生は地獄。それがトラブルの始まりです。試合後、私は舞台裏に潜入することにしました。彼女と話すことができるかどうかを確認します。正直言って、私たちが話したことの多くは控えめです。私の本当の目標の邪魔をします。あれは何だった？はなりませんでした。私はそれにつきますが、最初に形に戻らなければなりませんでした。取った、と連絡を取った、全日本女子、プロレスマネージャー。私たちが話したことの多くは控えめです。理由ごとの次のペで、大きなリターンを獲得しました。全国規模のレスリングトーナメント、父が見に行った、最初の試合でした。私は失うことはないと父に約束しました。彼の、小さな王女ではなくなったと言った。私は、皇后でした。私は、非常に多くの感情にフュエルられました。止められないと感じました。それらの愚痴のどれも私を止めることができませんでした。いい子になりました。私は他の人が望んでいたことをやった。群衆は私を好きではなかった。群衆は私は気にしませんでした。私のように感じたのは初めてでした。私の時間の価値がない愚痴。私の本当の目標の邪魔をします。あなたの主な目標は何でしたか？バルキリーを手に入れよう。私は彼女に手をかける時間を無駄にしませんでした。私の怒りをずっと刺激していた言葉。試合が長くなるほど、過去の試合の思い出が多く返されました。そして、私は彼女に対してより多くの憎しみを築きました。それは、私がその瞬間に生まれたようなものでした。私は父に勝つと約束し、それを計画しました。私たちは生きている地獄を互いに打ち負かします。試合は残忍なスタッフと呼ばれるようになったからです。そして試合は勝者で終わった。バルキリーと私とのライバル関係はまだ始まったばかりでした。すぐにバルキリーは秋に向けて出発しました。私は1年後に続いた。私は約束を守るつもりです。私はめちゃくちゃ誰でも地獄を放った。秋に移行する前に、私は大きなメス犬と落ち着くためのスコアを持っていました。簡単な戦いではありませんでしたが、私は負けませんでした。彼女はずっと私を再び傷つけようとしました。私は私が最初だったのと同じ人ではなかった。私が試合の前に行った時、私は
いつも自分自身に言うことを覚えています。彼女を傷つけないでください。傷つけないでください。すべては大丈夫です。彼女を傷つけても気にしませんでした。私は彼女を傷つけたかった。その勝利により、新しい目標に目を向けることができました。そのため、翌年、アキと契約しました。しかし、あなたはレスリングに戻ったと彼女は何と言いましたか？それは私と彼女の間です。うわあ、彼女は本当に言った？それでは次に何が起こるのでしょうか？アシュリー・ムーアという名前のこのレスラーに会いました。Overflowed, took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall, and if